違います。違います。
で死ぬわけにはいかんのや。いただくで。戻っ、ああ、そっか。なら次は罠寮に行く。すんません兄貴。ああ、くくりは、ああ、
事へ。感じ。死ぬわけにはいかんね。うまい、うまいっすかねこれ。でもなんつうか獣肉っぽくない味ですよね。あんまりうまいもんやないな。ウサギの味としか言いようがあらへん。あ、でも栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。はい。これも奥寺さんと兄貴のおかげです。感謝してます。冴島、
ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。試しに着てみろ。なるほど、こいつはあったかいで。そいつを着れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。奥寺はん、お気にな。お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。まったくですね。なんとでも言え。奥寺はん、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすんはあかんやろ。それに奥寺はんもまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。
様子はどうだった？いや、そうか。せやけど、それはこの俺の問題だ。聞いてもいいか？何をだ？あんたが山下ろしを追い続ける理由や。それこそお前が気にせることじゃない。放っておいてくれ。そうか。けどいつかは話してもらうで。あんたと俺は似たところがある、そんな気がするわ。好きにしろ。このまま月見野へ急ぐのもいいし、なんなら山へ狩りに出てもいい。どちらにせよ俺に一声かけろ。ああ。行くの？ああ、せ好きにしろ。ほんま世話になったわ。あんたがおらんかったら俺もババも今頃熊の餌へ。本当にありがとうございました。あんたらがどうしてこんな山奥で遭難したのかは聞かないでおいてやる。これから町に降りて何をしようとしているのかも興味はない。だがこれだけは忘れるな。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許される殺しだ。分かったな。肝に銘じとくわ。兄貴、それじゃ行きましょう。奥寺藩、ほら。